愛新覚羅府春は、秦の皇族。丹郡王、蔡伊の子。一時は皇帝に擁立され、その時の元号の康義により、康義帝とも呼ばれるが、正式の皇帝とはみなされていない。西太后に気に入られ、13歳で高所定の皇太子に選ばれ、親元から離され紫禁城で教育を受けた。戊戌の政変後の1899年に、西太后と酒井六により擁立されたが、内外の反発を受け、擁立からわずか3日後に、玉座から引きずり下ろされた。そのため、即位のための儀式も行われておらず、正式には皇帝と認められていない。府春の擁立失敗後、高所定が帝位に復帰したが、府春は事実上の皇太子として遇された。1902年、父の蔡伊が義和団の指導者であったことから、戦犯として、蔡伊、府春府氏は、新京省へ追放。府春の皇太子待遇も取り消された。追放先で結婚したが、その地に嫌気がさし、妻を連れて北京に戻った。そこで一変して、阿片を追放当三昧の生活を送ったが、政変で官職を失い、年収が途大財産も底をついた。それでも、生活態度は改まらず、息子夫婦の世話になっていたが、晩年は寝たきりとなり、日中戦争後に、息子が、官官の容疑で逮捕されると、貧窮のうちに1942年に亡くなった。享年59。子孫に巧妙な画家の愛新覚羅久がおり、著書、世紀風雪幻のラストエンペラーで、府春の追放とその後について記している。ありがとうございます。